松山市の川原学園が運営する未来高校と川原高等専修学校の卒業式が5日、松山市堀之内の松山市民会館で行われました。式には卒業生のうち79人が出席しました。卒業生代表に卒業証書を授与した後、大島修校長は誇りと自信を持ち、友との友情を大切にしながら誠実に歩むことを願っていると式辞を述べました。卒業生は在校生から歌や掃除でエールを受け、代表の小林宗志さんと中岡拓海さんは次のように述べました。かけがえのない友達ができ、良い先生方に恵まれ、とても充実した日々を送ることができました。いただいたたくさんの言葉やアドバイスは、私たちにとって自信につながるものも多くあり、これからの生活にも生かしていきたいと思います。川原学園によりますと、卒業生は県内外の大学や専門学校へ進学するほか、サービス業や飲食店などに就職するということです。この学校で学んだことを生かして、これからはたくさんの人に貢献できるような栄養士になりたいです。